俺はあんまり昔のことは覚えてないんだけどね。だけどまあ、今回ねこれ、なんだ一発やっとかないとね。でなんだ負けっぱなしで、終わっちゃうとね、うん、もう次がないんでね。今日はもう精一杯、ガンガンいきます。前回とは違って今日はタッグマッチなんですが、うん、あのタッグパートナー藤浪選手なんですけど、うん、この辺はどうでしょう。このとこね多分最後に組んだのは10年ぐらい前だと思うんだけど、まあ前からね、うん、そのタッグチームとしてはもう最高だと思う。で対戦相手の高田選手のパートナー柿原選手という若手なんですが、まあ昔ねもうこれもまた10年ぐらい前になっちゃうんだね、うん、まだ新弟子だったんだけどね。まあどういうふうになってるかね、なんだか楽しみですよね、はい。あの藤浪選手は今日インターのマットに初めて上がるわけですが、そうですね、僕はいろいろ一番最後になりましたね、うん、もうあの怪我の方は参りましたね。この鼻の怪我はねまだ3週間ちょっとしか経ってないんだけどね、まあ、医者は、まあ、あと 1ヶ月とかね、まあ、安静よって言うけど我々は常にそういうことはできないんでね、まあ、少なく試合をしながら、直さなきゃいけないんでね。藤浪選手から見た高田選手ってのはどういう、うん、今日ね初めて、まあ久々戦うわけだけどね、やっぱり彼なんかは新入部入ったところからある部分では自分のそのなんていうのかな、自分がそのプロレスをこう目指すときと同じ部分というのが共通する部分があるんでね、やっぱり猪木さんというものを常に目の前に置いて、近づきたいっていう、まあ、その中で、いろんな練習をねこう自分がこう積み重ねてきて、まあ、この UWF を起こしたのもある部分ではその猪木さんに近づくがための多分その UWF だっただろうしね、ある部分では何年かぶりの戦いでね、まあ、何を感じるか楽しみですよね。原さんと組んでタッグマッチなんですけど、はい、の藤浪さんというのは初めてだと思うんですが、そうですね、両方とも初めてです、はい、どうですか今の心境というか。そうですね、まあまあどういう感じでね攻めてくるのは、まあ、想像つかないんで、うん、まあどう攻めようかなと思ってるところなんですけどね、はい、藤原選手なんかは、はい、昔スパーリングやったりとかそういうのはうわないです、はい、初めてやっぱり今日は、はい、今日肌触れ合うのは初めてですね、はい、どの辺をなんていうか警戒というか、いやまだ考え中です、はい、高田選手とのタッグっていうのは、はい、は1回、タッグというか東京ドームでやった時ね、あのシックスメンの時が初めてなんですけど、はい、それは全然問題ないというか、そうですね、まあ、別に変に連携プレーとかねそういうのは別にしませんけど、うん、まあ、とりあえず、まあね、僕が自分を持っている良さを、ね、出していけば、まあ、それが、ね、チームプレーとなっていい結果を呼ぶんじゃないかなと思ってますけど、はい、あと藤浪選手に関しては、まあ、一度流れたというかカードがまたタグマチタへ巡ってきたというのはどれもあるんですか。そうですね、まあ、どっちにしてもやるならやっぱりシングルの方がね、やっぱやりがいあるし、まあ、でも何はともあれ、藤浪さんと肌合わせるのも久しぶりなんで思い切って、攻め込んでいきたいと思いますけどもね。やはりルール的なものっていうのはどうでしょう、まあ、今更っていう感じで、ね、今更だね、もうそういうこと言ってる次元じゃないから今これから試合するわけだから、今できる範囲の中でいっぱいいっぱいのね、自分の動きをね相手にぶつけたいと思いますけど、青コーナー藤原芳明、
同じく青コーナーより藤波辰爾。ご協賛をいただいておりますテレビゲーム専門店オタッキーでおなじみのブレイクスルー株式会社取締役統括本部長山田光一様より各選手に花束の贈呈です。本日のメインイベントスペシャルタッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー藤原組組長230パウンド藤原義明、炎の飛竜235パウンド藤波辰爾、赤コーナー UWF インターナショナル210パウンド柿原正人、230パウンド高田信彦、レフェリー和田亮太君。この試合も通常のプロレスルールで行われます。
さあ、ギブアップ、ブロック、ジェブレイク、いただきます。
ナギバッ。Hey, hey, hey!
やった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 チャンスだチャンスだ下どころか、二回りが違うんだよ。おっさんももうまだまだ元気いいよ。うまいからね、みんな俺がもうバーッてやってね、もうね、こうなんか行けばね、もうあのね、あ、中も切れてるな、消毒されてる。いや、鼻なんでね、うん、俺も地方は本当に俺もこの間鼻をかけたばかりだから、いや、うん、低いからね、一言にもないや、低いからね、うん、高かったまあ、そういうことで、よし、勝負は7月の21日、平和です。天竜と俺がどちらが高田を料理するかですね。いやって感じかな。試合の、俺はもう試合のコメント語るような内容というかね、自分でやったと思ってないし、リズムに乗れないままこう終わっちゃったなという感じかな。細切れ細切れで終わっちゃったね。だからああいう試合じゃ誰が相手でも同じだなっていう。だから、まあ、試合だからこういうこともあるんじゃないかなっていう。その分今日は、中盤までと終盤、柿原選手はねこう引っ張ってくれたんで試合が締まったと。自分で観客になってどうするのかと思うんだけど、客観的に見てそういう試合だったんじゃないかなと思うんだけど。藤浪さんの印象はどうでした
そうですね、僕藤原さんの印象は正直言ってあんまり気はないんですけど、まあ、あの藤原さんとの絡みで、まあ、あの一回ちょっとかかと落としがねいい形で入って、あもうこれ終わったかなと思ったぐらい足応えがあったんですけど、まあ、そこから、カムバックしてですね、あの思いっきり顔面殴られまして、あのそれはちょっと意識飛んじゃったんですけどね、そこから向こうのペースに、はまったりとかしちゃったんで、あそこでねもっとこう欲張ってガンガン攻めればよかったんですけどね、僕もそこでちょっとかかとしかいい感じに入ったんだ、入りすぎちゃったんで、気が緩んじゃってね、フッとした時にパンッと顔面捉えられちゃって、パンチがね、それで、ペース持っていかれちゃったんでね、その辺ではちょっと悔しいなという印象が残ってます。まあ、敵ながらも今日はね、向こうにしてみても、さっきに引っ張られてもスイングしたっていうか、スイングに回った試合なんじゃないかなと思うんですね。